十数人ぐらいの編集者の人からオファー来ました。科学的英語学習法に関する本、英語ができるって何、英語ができるようになるにはどうしたらいいの、で、まあ、何を自分の生活だったり仕事とかに生かしていくのかというのをやっぱちゃんと考えた方がいいかな、得意なところはどんどん伸ばしていくって感じですよね。今の現状を受け入れて自分らしく生きればいいんじゃないですか。おでは始まりました、もちゅうチャンネル。さあ今回はチェンジオフテープ、いやカリスだ、はい、カリスさんにおいでいただきました。いやーすごかったですね、テレビ出て反響。そうですね、急に有名人かっこ笑うぐらいになりましたね。登録者数の見てました？もう僕だって秒で増えていくのがめちゃめちゃびっくりしました。秒で100、200とかっていうの増えてる。そうですね、ちょっと30分でなんか2万人以上も増えたりもしましたね、その番組出てる間とかは。すごかったですね、あれ。あれ僕らでもあの時に撮ったのはお蔵入りですか？あ、これなんか最初にちょっと、まあ、自分のマシン体とか決めてていろいろと忙しくて、僕ら撮ったやつがあったんですけどね、はい、いたしますさあそんなカリスさんなんですけども、なんか本とかね、これから出してくるらしいじゃないですか。そうですね、しかも森哲さんが出していた出版社と同じところで、はい、浅井新聞出版というところですけど、はい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 、そこで僕の科学的英語学習法に関する本を前編後編という感じで出そうと思っています。前編後編ってこと2冊？そうですね、まあ僕は英語って基本的に今2種類のインプットがあると思っていて、それは明示的知識と恣意的情報っていうのがありまして、まあネイティブで基本的には4技能、リスニング、スピーキング、リーディング、ライティングを使っていろいろと自分を高めて、まずいろいろとコミュニケーションを取っていくってことをやるんです。まあそれだけやっていくと永遠に、まあ僕らも20年30年かかってしまうので、それは現実的ではないので、その前に僕らですね、発声だったり発音だったり文法、まあ単語といった、そういう明示的な知識のところを、まあ、まずカバーしていくと、まあ、全体の8割ぐらいはカバーできるんで、うん、まあ、それらって、まあ、最初に潰しておくのが大事だよっていうのがあるので、その明示的知識の辺と、そして恣意的情報の辺で分けてそれぞれも出すことになりましたね。うん、おお、なるほど、そういう形で。なんかもうすごいオファーめちゃめちゃ来たらしいですもんね。十数人ぐらいの編集者の人からオファー来ました。すごい、本音の なんでこんなにオファー来てんねんで僕も思ったんですけど、うん、でも森哲先生もね、いっぱい本出してですね、はい、いっぱい来てるじゃないですか、そういうオファーきっと。そうですね、でもまあ原稿出さなくて怒られますけど、いやちょっと僕の見るのも見えちゃってますじゃあそんなカリスさんにですね、その英語、あでも4冊はもう決まってるんですよね4冊決まってますね、全然英語と関係ないやつも2冊出すことが決まってて、すごいな、いや楽しみですねそんなカリスさん、じゃあちょっと聞きたいのは、英語ができるって何、英語ができるようになるにはどうしたらいいのっていうのを聞きたいんですけども。そうですね、まあ、第二言語学習論的には、まあ、すでに英語力といいますが、その言語力とは何なのかっていうのは、それをまあ4種類に分けることができるっていうことが分かっているんですね。それは文法能力と談話能力と社会言語学的能力と法略的能力です。ほい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 、まあ、それぞれどういうことかと言いますと、文法能力って、まあ文法って書いてありますが、文法だけじゃなくて、これ発声、発音、文法、単語、まあ、全てを指しているんですね。だからまあそういう、まあ、よくあるパターンっていうことをまあちゃんと分かっているのかと言います。それをまあ文法能力って言いますね。まあ、パターンが分かっていれば、まあ間違いとかあったためまっすぐ気づくとか、あるいはまあ何も考えなくても勝手に皆さん口からまで話すことができたりするので、まあ、そういうのはすごいまあいいっていうことですね。2番目は談話能力のことで、これは文章、まあ、ちゃんとしたまあ構成を複数のまあ文章をまあつなげていくことができるのかという、まあそういうところが談話能力ですね。あと社会言語学的能力は、これは TPO に応じた表現ができるのかというところで、やはりまあ単純にいつも同じような喋り方をすればいいというわけじゃなくて、やはり話す相手によってだったり状況によってどんどん話し方ってとかその内容とか変えていかないといけないので、こういうこれ言語能力の一つなんですね。なるほど。そしてまあ4番目はじゃあ攻略的能力、まあ、こっちはまあ完全にその起点のところですね。まあ、自分にも求められているものをまあその瞬時に答えることができるのかっていう。なるほど。じゃあバッハ会長はそれがなかったんだそうですね、昨日のオリンピックの開会式のスピーチも長すぎて、もうなんやねんって思ってましたね。だから話長い人、まあ、これからも男だってもバッハってまあ呼んでます。そして、はい、まあ、女の人だったらもう聖子という呼ぶことにしましょうか
なんかずっとの平坦な感じで、なんかもうみんなもう目が点になってましたよ。そういう選手たちもなんか後ろとかでもみんな飛んでましたね。そうですね、まあ、ちょっとね長かった、長かったですね、はい、うん、だから自分が英語力って、まあ、言っても結局、まあ、どんな種類のものがあって、うん、まあ、自分がまあ何を伸ばしていくのかというのは、うん、やっぱちゃんと何を伸ばしていて、まあ、何を自分の、まあ、生活だったり仕事でも生かしていくのかというのは、やっぱちゃんと考えた方がいいかなって思います、ね、なるほど。あとその中でも特に、まあ、英語に関しては3つの能力があるってことが分かっていて、おいおいおい、自分にはまあどんな才能があって、そしてまあ何を生かして自分は勝負していくのかっていうのを、うん、まあ、ちゃんと自分の立ち位置を決めていくことも大事だと思ってますね。まあ、別に日本語でもまあ同じだと思うんですけど、話すのがなんか得意な人もいれば、あるいは書くのが得意な人もいて、あるいはまあ覚えるのがまあ得意な人とか、まあ、みんないろんなパターンがあって、まあ、それをうまく自分の強みを発揮してまあ生きている感じじゃないですか。だから英語の場合もこの3つの才能があって、それは言語分析能力と音声認識能力、ほいほい、そして3番目記憶力ですね、うんうんうん、まあ、意味は、まあ、まんまですけれど、まあ、僕とかは結構、まあ、いわゆるその頭いい系みたいな感じなので、うんうん、まあ、ちゃんと分析をすることで、あ、これはまあこういうことで、あれはああいうことで、まあ、きっとこういうことなんで、そういう論理的な構造みたいな、そういうのを大事にしてるんで、まあ、言語分析能力でまあ優れていると思うんですけれど、まあ、逆に言えばその音声認識能力、まあ、ちゃんと聞き取る能力があるかというと、まあ、人並みにあるけど、特にまあ優れているわけではないです。記憶力もまあ人並みより超上ぐらいありますけど、そんなめちゃめちゃ記憶力が高いわけでもないので、うん、まあ、その言語分析能力もすごいやっぱり活かしてまあ戦っている感じですね。まさにまあ論文とか書いたりとか、まあ言語分析能力がないとそもそもできないじゃないですか、うん、はいはい、だから単純にまあその英語できるって言っても、まあいろんなものがあって、まあいろんな才能があるので、自分はどういう才能をどんどん伸ばしていって、まあどういう能力で戦っていくのか、まあそういうをやっぱりちゃんと分かっておいて、自分をまあタグ付けする、うん、していくのが僕は大事だと思ってます、ね、なるほど、そうですよね。なんかで、ね、一つのことに秀でてると、うん、コメント欄とかでこれができないじゃないかとかってね、別にそんな必要なんてなくて、例えば僕はまあ声はすごいいいと思うんですけど、うん、多分発音はいいかというと、うん、まあまあまあ普通ぐらいかなって思うんですね、うん、まあ、ひょっとして普通よりまあちょっと下かもしれないですけれど、でもなんか僕のコメント欄とかでなんかこいつ発音クソとかずっと日本語もクソですね、英語もクソって言って、まあ別にこれ何も困らないですけどね。そうそうそう、ね、本当にみんなね、いや僕だってこれ毎日のように来ますからね。あ、そうですか。そうそうそう、だからまあ、何たってこのチャンネルはブロックしてる人が800人以上いるチャンネルなんで、あ、大丈夫、僕のチャンネルももう200人ぐらいブロックしてるので、多分相当数の悪口が毎日書かれてるんですけど、表示されてないっていう。あ、ええ、一緒ですね。気づいてるかな、表示されてないよ。同じくそういう風になってるので、まあもう本当にね、毎回毎回来て、もうせめてねトフル110点ぐらい超えてから言ってほしいなって思いますけど、お前できないだろみたいなのコメントいっぱいあります。まあ確かにね、分析ね、いろいろいわゆるまあ予備校の先生とかでこう構造を掴んで、ね、読解できてとかで、それで記事喋り入れてるみたいなね、来るし、逆にこうね喋れる人たちに関しては、お前難しい論文読めねえだろうとか、もう永久にね足を引っ張ろうとやり続けるこの業界。いや、業界まあ僕まあ普通に話せますけど、まあ話すよりはもちろん、まあ覚悟は数十倍得意なので、まあだからもう何っていう感じでしかなくて、まあお前話せないだろうって言うと、まあ話せるけど、まあこの辺を期待してるなら、まあそこまでできない、だからでもそれがどうしたっていう、だから結局自分ができるところをまあ生かして、自分じゃあまあ例えばどういう仕事をやっていけばいいのかとか、あるいはまあどうやっても人生楽しんでいけばいいのか、まあそっちの得意のところをまあどんどん伸ばしていくような感じですよね、うん、そうですね、それでいいじゃないですか、何がいけないんですか、うん、なぜできないところを絶対できるようにしなきゃいけないっていう、ね、そうですね、いうふうにしなきゃいけない、そんなのね別に英語に限ったことじゃなくて、うん、いろんなものそうじゃないですかね、うん、仕事においてもそうですからね、うん、なぜそんな得意不得意があるっていうのは当たり前のことなんで、まあ、IQ とか測っても、もうみんなもうまんべんなく全部できますっていう人、基本的にはほぼ誰もいなくて、うん、結局どっかしらまあその尖ってってみたいな感じあると思うんで、まあ、そういうのは自分の強みは何なのかってまあ知って、まあそういう自分の得意なスタイルも英語にも生かして、いろいろやっていけば面白おかしく生きていけるんじゃないですか、ね、うん、多分まあこれ聞いてね安心した人もいると思うんで、多分ね、まあ、ある程度やってて英語学習がね楽しくなくなっちゃう人たちっているので、やっぱそういうことで、ね、まあ、僕もよく YouTube のコメントとかになんか天才だからできるんですね、いや確かに天才的にできるところはあるじゃん、確かにあるけど、それ全部そういうわけじゃないから、全然できないところもやはりたくさんあって、そういうことなんですよ、うん、じゃあこれちょっと自信持って、ね、ちょっと勉強続けてもらえればいいんじゃないかなと思います。まあ自分の、まあ、今の現状を受け入れて自分らしく生きればいいんじゃないか、わだって自分の人生責任取れるのは君自身なんだし、そして君の人生を楽しめるのは君自身だけだからね。
おお、ということで、はい、今回も彼氏さんにですね、まあ、名言で締めてもらいました。はい、ぜひね、まあ、本も楽しみですので、はい、ありがとうございます。読んでください。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。